シルバコは株式非公開企業であり、エダツール及び TCAD プロセス、デバイスシミュレータのソフトウェアベンダーである。1984年にアイバン・ペシック博士により設立された。本社をカリフォルニア州サンタクララに置き、世界9拠点、従業員、約250人を有する。シルバコはシーモス、バイポーラ、シゲ及び有機半導体分野でプロセス。 デバイス、デザインの自動化によるソリューションを提供している。世界中の大手ファブレス半導体企業、垂直統合型半導体メーカー、ファウンドリ、大学と取引がある。1984年にアイバン・ペシック博士により設立。株式非公開企業として自己資本による融資に頼らない経営を展開している。本社は自社ビルである。 カリフォルニア州サンタクララの本社と世界9拠点を構えている。そのうち米国内の拠点はテキサス州オースティン、マサチューセッツ州ノースケルムスフォード、アリゾナ州フェニックスである。アイバン・ペシックは会社の創設者であり、また2012年にガンで制御するまで社長兼 CEO であった。2003年、シルバコは枝のパイオニアだったシミュシエディ社を買収し、 IC 設計業界老にとしてのブランドと同時にサイローズシミュレータとハイパーハルトシミュレータを獲得した。シミュシエディ社はベリログシミュレーション事業のパイオニアとして1981年に立ち上げられた。HHB システムズ社による買収後1980年代にデイジーシステムズ社により再び買収された。1990年代初期には マネジメントバイアウトの形で、シミューシエディ社は、分離独立した。2004年6月、シミューシエディ社は、デラウェア州で、シルバコデータシステムズ社から、分離独立する形で法人を設立し、IPO 計画を発表した。シミューシエディ社は、スマートスピス回路シミュレーターを代表とする、シルバコのシミュレータ製品及び、カナダドル製品の所有権。 並びに知的財産権すべてを取得した。2010年3月1日、シミューシエディ、デザインオートメーション社とシルバコデータシステムズ社は合併し、シルバコ、リンクとなった。シルバコは、エダ製品とスタンフォード大学の開発をベースとした TCAD 製品の販売、サポート、技術サービスにより、半導体のプロセス、デバイスシミュレーションのソリューションを提供している。 取引先は、大手ファウンドリ、ファブレス半導体企業、垂直統合型半導体メーカー、大学など、世界中に広がっている。シルバコは、アナログ、ミックスドシグナル、RF、カスタム IC カナダドル、インターコネクトモデリング、デジタルカナダドル分野において、統合的なエダツールを提供している。シルバコは、アナログ、ミックスドシグナル、RF 設計チーム向けに、 pdk を提供している。これは、検証済みデータファイルの集合であり、カスタム IC 設計用、エダツールを組み合わせて設計フローを構築する。データファイルには、スケマティックシンボル、drc、lvs ルールファイル、規制素子抽出ファイル、並びに設計データの生成及び検証を自動化するスクリプトが含まれている。ファウンドリのプロセス固有のモデルやシンボル、 ルールデッキをシルバコのカスタム IC 設計ツールと統合することでアナログミックスドシグナル RF 設計環境を実現する。シルバコはサーキットセマンティックスインク社、テクノロジーモデリングアソシエーツ社、メタソフトェヤ社、アバンティー社などに対する企業機密投用訴訟においてシノプシス社に買収される前のアバンティー社から賠償金2000万ドルの支払いを受けている。 2008年、シルバコによるサイプレスセミコンダクター社に対する訴訟がカリフォルニア州交差裁判所に進み、企業機密投用の出訴期限の開始時期を明確化する判決が出された。判決では次のように述べている。投用を訴院とする場合、出訴期限法は原告が第三者が当該の情報が企業機密であることを知っている、または知っていると判断することが、 合理的であると疑う何らかの理由を持ったとき、適用が開始される。ありがとうございます。